こんばんは、吉田さん。ちょっとね、気づきがありましたんで、この動画に変えさせていただきます。精神力という話がありましたけども、確かに私ね、精神力むちゃくちゃ強いんじゃないかなと思うんですよ。というのが、同じ年代とか、いやいや、10歳下、30代後半の人と比べても、私、精神力、ずば抜けてあるんですよね。なんかこうね、大和魂と言いますかね、七実合憲と言いますか、なんかあるんですよ。真ん中ずっとね、精神が通ってるというか。で、不屈の闘志とかね、あんな感じなんですよね。で、内側からもうみるみる湧き出てくるんですよ。で、吉田さんがね、疲れて寝たけども熱量がこう内側から出てきて眠れないみたいなのがありましたけど、ああいう状態が結構続くんですよ。で、そう考えていくと、私と同じ年代、もしくは40代とか50代なんですけども、この辺でまあネットビジネスやったんだけどうまくいかない人っていうのは、私ね、これが足りないんだろうだなと思うんですよ。精神力がものすごく薄弱と言いますか、なんかね、他のことが気になってそっちに行っちゃうみたいなね、で、なんかこう芯が座ってないんで、やってることにすぐ不安を感じて、こっちがいいかもあっちがいいかもってなって、結局ね、あっちこっちでかもられちゃうみたいなね。で、しかも何ですかね、全ては自己責任だって言ってもその責任を自分で取ってないんですよね。責任だと言って結局何も取らないというね。まあ何と言いますかね、腹をくくると言いますか、私はですね、もうネットビジネス始めた時に、これでうまくいかなくなったらもう後の人生ないと思ったんですよ。本当にですよ。全てのものを諦めてネットビジネス打ち込んだってことは、ネットビジネスダメだったらもうね、戻るところがないです。全部いらないと思ったんですよ。で、そういう意味で、まあ何て言うんですかね、時間もそうですしね、労力も仕事もお金も、それから人生そのものも捨てていったんですよね。もうそれが私はできるわけなんですよ。その精神量といいますか、今はもうね、守るものができたんで、あんまり挑戦せずに、できる限りのことをしながら、でもセーブもしながらって感じで、リスクエッジっていうテーマになってきましたけども、一番最初にスタートした時はね、リスクエッジなしでしたね。で、レバレッジはかけまくり、かけれるだけかけるみたいな感じです。出なければギリギリのところまでカードローも組まないですしね。もう一歩っていうか、もう1ヶ月私が現金を手にするのが遅れていたら、もう1ヶ月行動が遅れていたら、完全に自己破産者でしたね。で、もうニッチもサッチもいかない、社員に給料も払えない、で、もう夜逃げ状態でした。恥ずかしくって、どんな人との縁も断ち切ってね、多分消えてたと思います。この YouTube なんて絶対撮れないような人生だったですね。もう顔を晒す、名前を晒す、もう絶対できないような、そんな人生でした。で、多分税金も払ってないと思いますし、一生ね、その税金の滞納なんですかね、延滞金にもう追われてたと思いますし、もうなんかね、本当にどうなっていたかなと思いますよ。で、そのぐらいなんですよ。そのぐらい生命をかけてと言いますか、もう他のものをね、どう捨てていってもこれだけは手に入れようと、もうとにかく自由になればもうあとは何にもいらないわと思いましたね。片手片足を失ってでもやり遂げてやるってぐらいの精神力があったんで、他のことは本当に無視しましたね。というぐらい2013年は精神力がありまして、で、それは今でもね、その気概だけは衰えてないんですよ。ですんで、たまにね、こう焦ることがあります。それはなぜかっていうと、私と同じ年代の人が、私から見るとノロノロやってるんですよ。なんかね、これだけやっときゃいいのに他のことやっぱやっちゃうんですよ。で、おこがましくも私のところに来て私の塾だけをやってればいいのに、他の塾もやってるんですよね。で、それでうまくいく可能性をどんどん減らしてるんですよ。これは何なんですかね。私の精神力では足りないんだとしたら、もう他の人でももうカバーできないと思いますよ。だってそこまで一生懸命付き合ってくれる人はいないと思いますからね。でも全然無理だと思います、そういうのは。せいぜいね、他の人と掛け持ちで面倒見てくれる人はいると思いますし、それにもね、あらゆる限界はあると思いますし、厳しいと思いますよね。もしね、このぐらいの熱量でやる人がいるとすれば、もうそれこそ両方とかね、三方とかであっちこっちつまみ食いするんじゃなくて、一本で行くべきだと思いますね。その熱量、ご自身の熱量も、その熱量全部受け取ってくださる方に全部ぶつけるぐらいの気持ちでね、行った方がいいと思いますね。ということでね、吉田さん、いろいろとね、買ってくれるところがあると思いますけども、私は逆でですね、私よりも10歳も若いのにこれだけやるやつは、なかなかすごいなと思うんですよ。というのが、私は若い人間があまりね、当てにならないと思ってるんですよね。かといって年を重ねた人が当てになると思ってないんですよ。というよりも、もっと言えば、あんまり人のことが気になってないんですよね。その他人の存在がいつも消えてるんですよ。他人の目を気にしないっていうよりもね、他人の存在が消えてるというね。もう全然何にも気にならなくって、私がね、
人生の中で大半を見てるのはこのカメラのレンズなんですよ。で、私のこの動画の中には他の人が映ってないんですよ。だからなんか本当にね、人間らしくないようなね生活になってるのかなと思っちゃいますよね。うん、ただやっぱりこの画面の向こうに困ってらっしゃる方が思いをね、持っているっていうのはよくわかります。だからそれに応えるために全身全霊でいこうかなと思いますし、私もね40というね、しかも麻雀店しかやってないというこの不利な状態から突き抜けるために何をやってきたかってことを伝えていくのが、まあ、私のできる精一杯のことなのかなと思います。その根底がですね、もう不動の不屈の精神力がないともう何をもなし得ないってことは、もうこれ本当そうだなと思いますよね。マインドが大事って言いますけど、マインドみたいなね軽っぽい安っぽいもんではなくて、精神とか魂とかね生命とか、あのぐらいのレベルなんですよ。遺伝子のレベルで震わしているのかなと思いますよね。まあ、これがねどのぐらい人に伝わるのか分かりませんけども、とにかくね、あの全て失ってもいい覚悟で私は一つのものを取りに行ったってことなんですよ。うん、まあこれはね本当にこれは自信を持って言えることなんですよ。ただそれに比べると同じ年代の人が腹がくれてないっていうか、いつもどっかに逃げ道がある、うん、なんか保険があるみたいなね、そんなところで結局一番のダメージを背負い込んでいってしまって、それがね時間が経てば経つほど深くなっていくんじゃないかなと思うんですよ。うん、まあ今日の動画はそんなところですね。だからね、私と同じ年代の方がこれを見ていたら本当に自分の胸に手を当てて本気でやってるのかってことをね確認してもらいたいんですよ。うん、まあ私もねその偉そうに言える立場ではないんですけども、少なくとも眠いとかねお腹が空いたとかね疲れたとかっていうのを無視してですね、それこそ思考停止でここまで来たかなと思います。じゃないとこの年がね40とか50になってきてから、その長い目でやりますみたいなことはもうね時間がないですよね。長い目じゃないんですよ。もう明日もう稼ぐみたいなね、今日もう稼ぐみたいな、このぐらいでいかないと。でその方法はあるわけですから、目の前の人に売ればいいわけなんですよ。なぜかね目の前の人に売ることをビビって、まだ出会えてない人に売る準備ばっかりしてるんですよ。それはねいつ稼げるか分かんなくなりますよ。もうねこの動画を見たことがある人だったら私に物を売りかけてくるとかね、吉谷さんに物を売っていくぐらいの気持ちでないともうダメですよ。売れないもでもプレゼンかけてください、もしくは対談を申し込むとかね、そのぐらいのがっつきがないと、もうそのぐらいの精神力がないとやってらんないですよね。ただし人に何か物を持ちかけたりとか頼むときにはやっぱりバーターを出さないといけないんで、ただ何もできない人がやらせてくださいって言っても無理なんでね、どのぐらいのものができるのかってことをやっぱり、自分のお土産をしっかりと突きつけていく、それこそ今まで1万時間やったものをここに持ってくるぐらいのことですよね。その1万時間やったものがないんだったらもう何もないんですよ。何もない。これから1万時間かけないといけないんで、それは残りの人生がね本当足りなくなりますんで、何としても1万時間かけてきたもの、自分にしかできないもの、自分にしか表現できないもの、自分しか救えない人をね、ぜひ表現してもらいたいなと思います。それでは失礼します。